俳優ソン・ジュンギ、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者に、検査の結果は陰性だが自宅待機へ。YG 入りしたソン・ナウン、ドラマゴーストドクターに出演確定。女優ハン・ヘジン、夫でサッカー選手の木誠功との結婚8周年を SNS で祝う。私たち、どうしてこんなに老けたみたいなんだろう。年月が過ぎていくのは本当に早いね。トゥモローバイトゥーゲザー否認会の実前、Mnet のグローバルガールズグループデビュープロジェクガールズプラネット999。少女祭典に出演へ。自民に憧れて8年間で18回もの整形手術を受けた英国人インフルエンサーに脅迫が殺到。脅迫される理由に人種転換。本人は性転換したことと変わりはないと主張。俳優ソン・ジュンギ。新築中の住宅前の平面道路が斜めになったため近所の住民からクレーム。近隣住民は、駐車場につながるため傾斜を作ったようだが道路が狭いため危険だと主張。先月15日にはトラックがこの道路を登る時に前輪が持ち上がったまま後ろに滑って、構造物にぶつかる事故があった。V.I.チョン・ジュンヨンらとの性売買斡旋トークが公開される。V.I. 望み通りにしてあげて。女の子を呼んであげて。台湾からお客さんが来たみたい。K、今女の子を呼ぶ子が誰がいたっけ。チャイニーズは OMG だ。ユインソク、他の人たちと会わないように K がちゃんと管理してあげて。K、うん。そばにくっついている。V.I.しっかりしろ。ミスしないように。ユインソク、男の一人つけて。英語できない子で。みたいな子たち。ケイ、ちゃんとケアするね。V.I., うん。女は。ケイ、一旦呼んでいるけど、やってくれるかなと思う。お前たちじゃないのにやってくれるかな。ひとまず三枚を呼んでいる。チョン・ジュンヨン。中国の人たちは整形した感じの子が好きなはず。V.I., とにかくよろしく。ユインソク、俺が今、売春婦たちを準備しているから。売春婦が二人来たら K が案内して、ホテルの部屋まできちんと行くようにして。K、イエス。チンピラ二人は送った。